さっちゃん。え、さっちゃんって。ん？あれ、さっちゃんじゃねえ？お久しぶりです、春日さん。日だまりの城でお会いしましたよね。もしかして、ナノハさんか。でも、なんでここに。誰に聞いてこの店を。私だよ一番。ほらよく見て、サエコだって。あ、やっぱさっちゃんかよ。一番にも見抜けないなら大丈夫だね。例の桂川も私を菜の葉だと思う。あ、この今のはあれだよ、引っかかったふりしてやったの。はいはい、それでも結構。それより桂川の居所が分かったよ。これから抜き打ちで押しかけて菜の葉として別れてくるつもり。一番も一緒に来てくれるんだってよね。ああ、そういう約束だったな。あいつは今自分のオフィスにいる。コンサルとか言ってたけど実態は闇金だったみたい。ボディーガードも社員もみんな族時代の仲間たちだって。結局立派な半グレだったわけが。なんで菜の葉はそんなのに引っかかっちまうんだ。そういう子だったから私もついつい口出しすぎちゃってたわけ。これで私の気持ちも少しは分かったでしょ。そういうことなら無理なかったのかもな。ま、とにかく行ってみるか、桂川の会社に。まったくよ、さっきから全然話にならねえな、マジで。急に押しかけてきたと思ったら、一体その男に何を吹き込まれたんだ。ナノハ、お前自分が何言ってるか分かってんのか。分かってます、もちろん。もうこれ以上あなたに払うお金はないって言ってるの。んだと？となると、あなたにも私と付き合う理由はもうないでしょ。つまりお別れってこと。バカ言うなよ。それじゃあまるで俺が金目当てでお前と付き合ってたみたいじゃん。それも今さらどうでもいい。これまで貸してきたお金も全部返してください、即刻この場で。いや、だから今はそれどころじゃないんだって。あと200万ないとこの会社がヤバいんだ。頼むって。なのはソープで働けば200万くらいなんとかなるだろう。桂川さんよ、その前に聞いときてんだ、あんた菜の葉に全部でいくら借りてる。ああ、うるせえよ。んなもんてめえに言う義理はねえだろうが。もし今菜の葉があんたに200万貸したとして、じゃあ合計でいくら返すつもりなんだ。さあね、大まかには覚えてるんだけどな。その金額も言えねえのにまだ追加で彼女に金を借りる気か。まあ何回か借りてるからよ、んなすぐに細けえ数字は出てこねえっつうか。でしたら130万円です。桂川さんが菜の葉さんにお借りした金の合計。おい山下、何勝手に口挟んできてんだ。俺の許可もなくよ。すみません、失礼しました。優秀な部下がついてるじゃねえの。じゃあ返してもらおうか、その130万。さっきから何なんだてめえは。ヤクザみたいななりしやがって。てめえの方こそナノハをしゃぶりつくす気なんじゃねえのか。だとしてもあなたには関係ない。130万って、それで私たちはもうおしまい。本気なのか。ナノハ、俺お前を愛してる。お前もそうだって言ってたろ。ナノハがそこまであなたのことを。世間知らずのお前には俺みてえなタフな男がいる。お前は俺が守っててやらねえとダメな女なんだよ。なるほどな、そうやって菜の葉を縛りつけてたわけか。てめえはしゃしゃり出てくんな、チンピラ。
おい山下、何グズグズしてやがる。今すぐこの野郎をつまみ出せ。いえ、もういいでしょう、桂川さん。は？なんだって。俺からもお願いします。菜の葉さんのことはもうそろそろ解放してあげませんか。この人は親の介護のために必死に働いていました。その間あなたは他の女と遊んでたじゃないですか。てめえどういうつもりだ。なのに菜の葉さんがソープで稼げると知ってまた絞り取ろうとする。いくらなんでもあんまりです。俺はもう菜の葉さんを見てられなかったんです。お前誰に口聞いてんだ。厨房の頃からずっと面倒見てきてやったのは誰だ。この俺だろうが山下、またパシリからやり直すのか、クソガキが。ずいぶん人望が終わりのようだな、桂川。みんな日頃からあんたに不満を抱えてたが。うるせえ。おい、お前ら何やってんだこれ。こいつらを黙らせろ、山下の裏切り者だ。まあまあ想定内の展開だ。山下君の心変わり以外はね。本当にね。俺は多分きっかけが欲しかったんだ。桂川さんたちと腐れ縁を切るためのきっかけを。そうかい。実際はもっと単純なんじゃねえか。実は菜の葉に惚れてたりして。そうかもしれません。いいね山下君、案外順調じゃねえか。ごちゃごちゃうるせえ。てめえら二度と口が利けねえようにしてやる。ゆうしてさっきの異性はどこ行ったんだ、桂川。口ほどにもねえ。菜の葉に借りた金を返せ。この場ですぐにだ。そして今日中に偉人帳を出て行け。次またこの町でてめえを見かけたらぶちのめすぜ。菜の葉と連絡取ろうとしただけでもぶちのめす。わかりました。だからもう殴らないでください。なら殴らねえよ、俺の手ではな。このクズが二度と女を食い物にするんじゃないよ。菜の葉さんじゃないって、じゃあお姉さんだったってことですか、双子の。いや悪いな山下君、せっかく勇気出して菜の葉の前でカッコつけてくれたのに。ごめんね山下くん。まあそれはもうだって仕方ないですもんね。でお姉さんは菜の葉さんがソープにいたことは知らないふりをしていたいと。そうだからさっき桂川の件で私がいたこともあの子にはオフレコってことでいいよね。ええ、ですが菜の葉さんからこの状況を見ると突然彼氏が別れも告げず町を出てったわけですよね。それも疎遠だったお姉さんから悪い男と別れろって電話があってすぐに。なあそれがどうかしたか。となるとお姉さんが何か桂川が消えたことに関わっているようにしか見えなくないですか。お姉さんの何らかの差し金で桂川が町を出たというふうに見えるんじゃないかと。え、そういやそうかもな。いいよ別に、それならそれで仕方ないんじゃない。また菜の葉がさっちゃんに切れてもか。それでもいいのかい。最優先なのは菜の葉の幸せ。私があの子にどう思われようが、そ
それは二の次。そんなの、今回さっちゃんは菜の葉のためにすげえ骨折ったんじゃねえか。桂川に付きまとわれ続けるやん、菜の葉はしゃぶり尽くされるとこだったんだぜ。電話で話してくれるだけでもありがたいって仲なの。私はあの子が不幸にならないように見守るだけ。でもよ、あの、じゃあ菜の葉さんには俺からこう言っておきますよ。ん？桂川は事業に失敗して町を出たって。あの人が借りてた金も俺から彼女に返しときます。そうすればお姉さんが関わっていたことは菜の葉さんに気づかれないかと。するとつまり山下君だけがこの件であの子に感謝されるわけか。そうですね。いやしかしそのまずいでしょうか。俺は菜の葉さんのことが気になってました。桂川なんかに捕まってかわいそうだなって。俺でよければいつか救ってあげたい、守ってあげたいと思っていたんです。だから今日、俺は桂川を裏切りました。菜の葉さんを守るなら今日しかないと思って。さっちゃん、山下君がこう言ってるけどどう思うよ。ねえ山下君。はい。例えばレストランとかコンビニであなたは店員さんに偉そうにする人？ええ、肩着の人と話すときは敬語ですかね。やからっぽいのには舐められるわけにいかんのですが。そっか、まあだったらとりあえずは合格かな。なんか妹の彼氏になるハードル低すぎねえか。だからとりあえずって言ったでしょ。ん？大丈夫、菜の葉のことはこれからもずっと陰で見守るつもりだから。もし山下君があの子を泣かせるような男なら絶対にもう見過ごしたりしない。私はあの子の幸せのためなら手段を選ばないわ。なるほど、わかりましたよお姉さん。俺も望むところです。まったく頼もしい姉貴だな。さっちゃんはよ、いつか菜の葉もそのことに気がつくと思うぜ。それもそう遠くないいつかだ。今回は本当にありがとうね。あなたのおかげでまた妹が助かった。本当に感謝してるよ一番。これからもよろしくね。わかった。ちゃんと考えなかった。いや、待ってください。納得できましたね。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは今回の大成功を祝して一つ。よーしょー。最高の株主総会。株価大幅アップだ。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。Sir?
あの、はい。了解しました。
はい。わかった。あれ？どうしたんですか、春日さん。暗い顔されて。どうしたんじゃ。そんなパンチパーマが失敗したような頭になって。頭は前からだ。実はニックから新たに条件が出されたんだけどよ。そうなんですか。それでその条件っていうのは。株価ランキング20位以内と本社の移転だ。の移転って、ここからその新しい大きい綺麗なビルとかに移るってことですか。そういうことになるかな。すまねえ、嫌だよな。俺勝手に突っ走って二人の気持ち考えてなかったかもしれねえ。必要以上に会社をでかくすることが目的じゃねえ。
今の一番成果を守り続けることが大事なんだもんな。それなのに場所を移すだなんて勝手だった。すまん。やっぱ俺ニックに言うわ。出資はもういらねえ。一番成果はこのままここに残って老舗の味を守ることだけにこだわりつ。やったーやったほへいいじゃないですか。移転せっかくだから綺麗な新築のビルとかに移っちゃいましょうよ。キャーいいの。実はわしこっそり目星をつけていた物件があっての、駅近くの高層オフィスビルなんじゃが、そこにするのはどうじゃ。おいおい、ちょっと待てって。いいのかよ、移転しちゃって。いいに決まってるじゃろ。もともとうちも騙されて身ぐるみ剥がされる前はそこそこでかい会社だったんじゃ。ようやく復活への第一歩じゃよ。新社屋、新社屋それならよかったぜ。なら決まりだな、移転を検討しよう。そうじゃ、せっかくの機会なんじゃし社名も書いたらどうじゃ。社名を。今のわしらは成果以外の仕事もやっておるじゃろ。ずっと一番成果のままだと他の授業をないがしろにしているように見受けられるかもしれんと思っての。確かに貸し会社というイメージがつきすぎることが足かせになってる授業もあるかもしれない。そう言われれば確かに。じゃあどんな社名がいいんだろうな。一番ホールディングスなんてどうでしょう。いろいろな事業を展開する企業はホールディングスとしてやっていくことが最近多いですし。一番ホールディングスか、へへへ、なかなかすごそうな名前じゃねえか。俺はいいぜ。ばあさんは。もちろん構わん。わしはこう見えて横文字大好きじゃからな。コケコッコもいいかよし、じゃあ決まりだ。新社屋への移転とともに社名を一番ホールディングスに変更しよう。はい、一番ホールディングス。我ながらそれっぽくていい名前。さてと、じゃあ移転先の物件だがどうするか。あ、それでしたら私たちに任せてくださいよ。え、でも大丈夫か。はい、春日さんこの土地に来てからまだ長くないですし、地元のことは私たちの方が詳しいと思いますからね。わしらに任せておけ。最高の物件を用意しておく。本当か。はい、ドドンとお任せください。コスパのいい物件を探し出してみせますよ。わかったなんだか嫌な予感がする。ようこそ一番ホールディングスへ。いいですね、新社屋。オフィスビル、いい眺め。本当じゃな、これならもっと長生きできそうじゃ。よかったの、コケコッコ。確かに一気にスケールアップした感があるな。だけどよ、このビル高かったんじゃねえか。いやいや、笑顔でごまかすなって。いくらなんだ、高いんだろう。そんなことないよね。そんなことはないぞ。安い安い、気にするほどでもないぞ彼氏あ、そうだ、私たちは用事があるんでした。ではでは。
だこれ。100億円。ひひ、バレた。お前らコスパがいいビルを用意しますとか言ってたじゃねえか。ああ、ばば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 ば、すまんすまん。最初はそう思ってたんじゃが、欲が出たんじゃ。人間煩悩が108もあるからの、しょうがないじゃろう。いろいろオプションがありまして、いろいろつけていったら結局100億円程度に落ち着いたと。落ち着いたと、じゃねえよ。たく20位以内に入らなきゃならないのに、いきなり大ピンチだぜ。まあでも今回の移転で扱える事業の数も増えますし、いろいろグレードアップしてますから大丈夫。このくらいちょちょいのちょいで返せますって。そうそう、先行投資ってやつじゃ。過ぎたことは仕方ない、そうじゃろ。まったくよく言うぜ。ま、いいさ、なんだかんだで俺もこのビル気に入ったしな。確かにケチケチしてても仕方ねえ。じゃんじゃか稼いで、このビルじゃ収まらねえくらいでかい会社にしてやろうぜ。春日さん、はい、私も今まで以上に頑張りますから、よろしくお願いしますね、春日社長。ああ、よっしゃ、気合い入れていくぞ。笑顔が一番ホールディングス。どうも春日さん、ここはなかなか居心地のいい店ですね。ああ、だろ。しかしあんた一人で飲むのが様になってるな。さすがイケメンだ。悪い気はしませんね。よかったら一杯ご馳走させてください。お、マジで。いや、話せるね、ハン・ジュンギ。あなたは不思議な人ですよ、春日さん。ソンヒもあなたのことを高く買っています。私が焼き餅を焼くほどにね。よく言うよ。そういや、彼女とはもう長いのか。なんかお嬢様と羊って感じに見えるけどよ。私がコミジュルに来たのは3年ほど前のことです。まだ長いというほどではありません。そうかい。それまではジングオン派という組織にいました。私はそのリーダーの影武者だったわけです。影武者って言うと替え玉のことだよな、本物そっくりの。ええ、主が敵対組織に狙われた時には身代わりで殺される。それが役割です。今時そんなのが本当にいるんだな。ん？ってことはあんたの今の顔は？作り物の顔です。大掛かりな整形手術を受けました。自前の顔もハンサムでしたけどね。しかしもはや写真すら存在しません。へえ、過去は捨てたってことかい？かっこよく言えばそうです。となると本名もハン・ジュンギじゃないわけだよな。本当の名前は何てんだ？まだそこまでの仲じゃないでしょう、私たちは。だから名前を呼び合うのが友達になる第一歩だろ。なかなかやりにくいですね。私はもう少し人と距離を置きたいタイプなんです。人言張って組織がそういうとこだったのか。名前からすると韓国マフィアだよな。春日さんは元東上会ですよね。なのに人言派をご存じないとは。無所暮らしが長かったもんでね。ジングオン派が東上界とやり合っていたのは1980年頃、あなたが刑に服すずっと前です。80年頃って40年前か。俺はまだ赤ん坊に毛が生えたようなもんだぜ。私はまだ生まれてもいませんでした。ですが
その時にジンゴン派は登場会に襲われ、ほとんど皆殺しにされた。30人ほどがね。30?当時のカムロ町はアジア最大の町でした。その島をめぐる抗争は激烈だったと聞いています。そして登場会はあまりに強く、凶暴性をむき出しにしていました。だからって30人も。報復のため、韓国のジンゴン派本部は、さらなる構成員を断続的に日本へ送り込みました。が、そのいずれも登場会の牙城を崩せず、しかしだからといって、本国へ戻ることも許されない。結果、任務を果たせなかった者たちは、どこにも行き場をなくして見捨てられました。そんな者たちの一人が、私の父親だったわけです。なら、お前さん自身は日本生まれか。ええ。かといって日本で歓迎された記憶はありませんがね。さらに言えば、仇の在日コミュニティからも受け入れられませんでした。うちの家族は、マフィア崩れの半端者として、どこからも弾き出されていたんです。そんな我々のことを端的に言えば、はぐれ人言派といったところでしょう。はぐれ人言派か。はぐれ人言派でも構うねえが、俺的にはマーベリックって呼び名の方がかっこいいな。マーベリック、群れからはぐれたものという意味ですね。泥臭い人言派には少々おしゃれすぎる称号ですね。オーケー、じゃあはぐれ人言派で行こうぜ。春日さんが意外におしゃれな思考だということが分かりましたよ。そいつはありがとうよ。そんで、そのはぐれ人言派はその後どうなったんだ。21世紀に入って2006年の冬、私が20歳になった頃、本国の人言派は日本の極道らに大攻勢を仕掛けます。ただしその際、我々はぐれ人言派には声もかからなかった。完全に蚊帳の外です。私の父親たちは日本へ行くよう命じた同胞から完全に忘れ去られてもいたわけですよ。なるほどな。俺も一人同じような目にあったやつを知ってる。え？今あんたの目の前にいるぜ。組に捨てられて18年無所にいた。そうでしたね。道理で春日さんを嫌いになれないわけです。で、人言派の大攻勢ってのはどうなったんだい？長い時間をかけて計画されていましたが、結局登場会に潰されました。皮肉なことにその時の彼らもちりぢりに我々はぐれ人言派へ加わることになった。惨めなものでしたよ。打ち捨てられた者同士が外国の底辺で身を寄せ合うしかなかったんです。苦労したみたいだな、あんた。見た目チャラい割に。それはお互い様ですね。だんだん遠慮がなくなってきたな。そのようです。どうも今日は私らしくなかった。楽しいお酒でしたよ春日さん。お世辞じゃありません。あんたが影武者をしてた本物の反順義は今どうしてるんだ？彼は3年前に人言派を復活させ、一時はカムロ町の一角を手に仕掛けていましたが、頭に銃弾を受けて殺されました。その肝心な時に私はそばにいなかったんです。そうだったのか。ん？じゃあそれだったらよ、あんたもう本当の自分名乗っていいんじゃねえか。なんでまだ影武者のままでいるんだよ。もしかして
このまま本物の反純義になり変わろうとしてるとか。さて、だとしても春日さんには関係ないことです。違いますか？違わねえな。それでは。簡単に腹ん中見せるタイプじゃねえもんな。また今度じっくり飲んでみるか。